どうも、なおっちです。今回も、アベオニの方、コラボでやっていきます。というわけで、エレナさん、どうぞ。はい、どうも、エレナです。前回に引き続き、今回も、参加させていただきます。よろしくお願いします。よし、やっていきましょう、アベオでニ。くか。ちょこっとだするけ、か。反響があったみたいですね、アベオニに関する。そうだね。もう、発言がアウトだと。らしいけど、これは俺とエレナさんにとっては、割と日常的なね。日常的な部分でも、本当にソフト だいぶね、これ抑えてる方だからね。気をつけながらやっていこうかというわけですな。でじすゃあ、ね。続きやじりゃあ、ますか。行きますか。よし。一章がね、終わったところだったかな、これ。そうだね。よし。何これ。ミニゲーム。ルールは簡単。逃げるよね。ちょっとなんか話が唐突すぎないか。ね、ミニゲームだもんね。ね。合間に入るっけか、こんなの。俺覚えてねえや。30秒ぐらいか。ほう。じゃあ逃げよだね。逃げるだけなら。う。青ほう。い炎をなん目だ。指せばいいと。赤い炎はザワールドか。ね。キングクリムゾン、結果だけが残って、もう、取った本当瞬間には青い炎に行ってるよ、俺。なんかマジか。頑張るわ。よし。安倍さん覚醒時にゲームが重くなってる場合は特に。カクカクってことになるのかな。つまりゲーム軽がくなっ軽くなたら近いってことだ。よし、やっていこう。あ、本当重いわ。まだ、いいまか。だ大丈夫だ、これは。どこにもいないんだよ、今の。今動いてないはず。この30秒間でさ、ゴール目指せばいいんじゃない？青い炎を探せばいいわけだもんね。できないようにはなってるんだろうけど。やべえ、こっち行き止まりだ。いや、もう10秒ぐらい使ってるこれやばいよ。だいぶ時間食っちゃってるよ。だって上の赤いドアを、いきなりアウトです。あっちの赤い炎、あ。これ軽く。どちらから探索を始めますか？物語の影響は。今の何だと もうなんかね。思う？ あのさ、今なんかしれっとなかったようになってんだけね、出落ち感半端ない、これ。ど 最高の出だしと滑り出しということでね。よし。というわけでね、どちらから始めますかと。どっちからやっていく？いや、もう、それはもう、リベンジ・オブ・たけし。たけし行こうか、じゃあ。さっき盛大に落ちたし。ね。なんであんな 重くねえとか言う前に、こっちからか。よし。よし、ちゃんと学生だね。学生だよ。たけしじゃない。変な職業にはなってないと。なってない。これさ、俺がたけしだったら、このままで逃げるぞ。俺も逃げ、に、わかんないな。友達によるよね。その場にいる。普通に本当にいいやつだったら3人一緒に逃げるぞって言って逃げるわ。あのたけしだったら見捨ててもいいかな。たけしじゃないか。みちやか。見ちゃうな。松明。セーブしとくね。だね。明らかなんか1個火ついてねえぞ。ここから持ってけだって。なるほどね。で、その火で明るくするのかな。明るくできんのかな。意味がないって。じもうゃあもうつくすでのにか大丈夫。な。うわ、暗っ。ああ、嫌なパターンだ、この火。弱くなってるやつ。ドラクエ1とは違うんじゃねえかなって思うけど。だからなんかね、このね、このほんわり感がなんかね、もういかがわしい匂いがいプンかプンすがる。わしくはねえだろ、別に。ちょっと怖いかなぐらいでしょ。嘘、なんかこのさ、ほんのりする感じさ、なんかそういう施設になんかのライトじゃない？ 言おうとしてることはわかるよ。でも俺最初そっちのイメージなかったから、ごめん後ね。になって、っていうか今もうそう言われたせいでそのイメージしかねえよ。ダメだよ、これ。どの層が見てるか全くわかんないけどさ。ほら、この屋敷子供から大人まで行くから大丈夫、幅広いはず。幅広いけど、ダメだよ、こういう。元のね、ゲームがあれだからさ。そうだよ。でもさ、この最中に来られたらマジできつくね。来るんだろうけど、1回ぐらい。来ないでほしいな、やっマぱジり。よ。てか、これで同もじとこぐるぐる回ってる？なんかでもループしてるような地形ではあるけどね。俺迷ってる気がする。ほら。あそこ上行ったらダメだと思う。
下あったかな。下に多分あるんだよ。だって上は多分同じマップだけだと思うから。あ、ねえや。横かなんかねえかな、そこの、さっきの縦穴、そこ上行って、左かなんか入れない。あ、入あ、いれけなない。い。あ、じゃあ前もって上んのな。マップにヒントがあるのかな。とりあえずじゃあもう一回こっち行ってみるわ。え、そっち回り道した時にだけ行けるマップみたいなのがあるみたいな。あ、こっこっちち。は？なんかこっち行ったことなくね？あるか。あ、行き止まりだ。なんかないかね。このね。キノコ何？キノコいるんだよ。いや、キ知ノらん。コあえ、るなんけか、どさ、これでしょ？あ、そういう意味や。そっか。あ、そっち行ったらまた戻んない？戻っちゃうけど、上ないかな。あ、ねえや。もうなんだよ。やばい。前回の花の下りの以上に下ってるぞ。やばいな。なんか、俺さ、前回のパートでさ、いや、これやってますよ、みたいなこと言ったじゃん。堂々と1、2回プレイしてるし、みたいなドヤ顔かましてる。あ、こっね、ち。あ、戻ってき戻った。ちゃってる。ん？左かな？ああ、画面暗くな、松明か。そうだ。左行ってみようか、じゃあ次。そっちはどう？おそもそもマップそのものが、なんかー。ね。正解のルートがあるんじゃね？なんか、あ、であ、も、こっちっぽくね？あ、ちげえや。ダメじゃん。なんかさ、入り口の方になんか書類なかった？ああ、あった。あれにヒントがなんか書いてあったりしねえかね？とりあえず、また迷ったら見てみよう、あれ。そうだね。本当に迷ったら戻れるかもしれないけど、まあいいや。確かに。あ、でっていうもなんか、か、あ、出てこ、こないしな。新しくね？こ、なんか。新しいと思う。あ、こっちじゃない？世界フラグっぽい。あ、ちげえ。あ、下行けこっばちいいか。じゃん。まだ選択肢はある。おう。お、橋が。お、お。これ来たんじゃね？来たべ。これは来ただよしよろしよしよし。う。おー、新していうか出てい新しい。こない、本当に。ああ、やっちゃった。おー。くありがとうそ。ございます。やばいやばい。もう。アナログパッド殺しのルート入ってるよ。やばいやばいやばい。ていうか、あ、これやばいんじゃね？お。お。神回避じゃない、今の。入ります。こっち大丈夫いって。いや、逃げれるはず。だってね、こいつが出てきた方から。あ。な俺、るアほどナなロるほど。グパッドやめるわ、ちょっと一旦。お。うう。しつこ。あ、あったあったあった。よしよしよしよせるし。せるせる。いやー。あ、よいしょ。アナロ本当グにパッくドる。やめた。あ、キーボードに変えた。いや、あのね、なんていうの？十字キーでいい。PS2 のコントローラー。そうそうそう、十字キなるほどね。やっぱこういうのはそっちの方がやりやすいんじゃー。ね。うん、やりやすい。中間地点って感じかな、今のが多分。じゃないかな、セーブだしな。よいしょ。一回も来ないねって言った直後に本当に来るとはね。口は災いのもとっつな。ちなみに狙ってませんからね、俺は。テストなしのね、一発本番だからね。鬼たちはマジでこのゲーム完全初見だから。よおう。し。なんだこれ。なんか、工事現場。これ、とりあえずスイッチ動かしちゃうよ。そうだね。よいしょ。ん？ああ、なんか動いたってさ。マジか。このシャベルとか持ってけんのこれ。持ってけねえか。持ってきない、調べれないわ。おう。じゃあ、下行ってみる？だね。もう、戻、また。あおう、別れ？館みたいな感じか。なんか、扉がなんか鉄になってるけど、一つ。これは？あ、エレベーターだって。最新鋭だな。ね、家の中にエレベーターってやばくね？おーって。うわ ごめん、めっちゃびっくりした。今、いた？今ね、いなかったの。ちょっと待って、これ。穴に落ちちゃダメみたいな。いや、あのね、ごめんね、エレナさん、ちょっと待ってね。これゲーム音声、今、エレナさんに聞こえてないんですよ。パート1の時にも言ったか前もし回れとないで同すじけでど。す。聞こえてなくって、まあ、なんて言うんですかね。で、今、何が起こったかというと、まあ、これ、エレナさんもね、含めて聞いててほしいんだけど、入ったじゃんか、俺、今、部屋に。入った瞬間に音が鳴ったのよ。入って、ちょこっと動いたら、音が鳴って、後ろからいきなり来て、掘られた。来たんだ。来たの？一瞬だな。一瞬で来た。まあ、そじこらゃあ、あの辺は。部屋は、あの部屋はあかん部屋ってやつか。いや、多分ね、ランダムエンカウントだから、運が悪かったみたいな。なるほど。じゃあ、まあ、気を取り直して。気を取りどっ直しから、てやっていこう。
あ、そもうね、後ろから掘られちゃって。う。一気に後ろからずっぽり。うん、ずっぽり。ああ、まあ、鍵多だ。分。まあ、でも、ほぼ、なんかいるよ。あ、安倍さん。なんか。何だよ、笑って。お前、散々さっきまで追いかけ回されてたじゃないか。でもちっこいね、あいつ。そうだね。まあ、ホイホイとついていこうかと思ってんだけど。うん、そうだね。もう、ホイホイだしね。よし。あれ？あれ？いない。鍵だ。あ、鍵かかってる。え、あれ、下の多分下もさ、南ドア？あ、京錠が見えるからさ。あ、やっうわ、ぱりだ。どうしたんだ、じゃあ。うあの人、ん。鍵をかけたっけ？そ妖こで。精じゃね、それか。ああ、あの妖精、閲覧的に汚いだけだ。やだよな。宝箱だ。部屋の鍵。どこの？一部のドアを共通して。共通してんのに使い捨てかよ。怖いな。こじこはゃあ、でもす普通り。に開くのか。あ、地図だって。雑。いや、見てみる？そうだね。地図は重要だよ。なんだよ、お前。幼稚園児が書いた。雑ってレベルじゃねえよ、これ。地図じゃねえよ、お前。なんかさ、日の丸弁当みたいだよね。本当だ。だから、あれだよね。なんかこの線重なれば迷路になりますみたいな。ああ、そうかもしんない。まあ、おいおいつかむのかな。ごああ、めん。こっちつかな使いいな。道があるようにはとてもじゃないけど思えないわ。思えないよ、あんなのさ。何につか むじゃかってあ、話。さっきの部屋のドアどっか使えるんじゃね？ああ、そっか。あの妖精さんが入ってたとこ。よし、じゃあこっち行ってみよあの、汚い妖精が入ってた。う。おお、それはまた部屋の鍵？ああ、みたい。じゃあこっちかな。や、でも下に2はあったぜ。あれでもああ。ブロック開けられる。じゃあとりあえずこっちは開いたから。わあ。え？あ、まさか。何この、行ったら出れませんよっていうか。木の板。木の板。ああ、これさっきのさ、掘られたところで使うんじゃね？あ、戻ってこれんだ。うん。じゃあとりあさっえずき一の。回セーブさせてくれ。そうだね。HG。上。ああ。わかりづらいな、これ、本当に。よし。よし。じゃあ、木の板のとこ行くか、それともさっきもう一箇所のとこ行くか。ああ、どうしようか。行ってみる、もう一箇所のとこ。こっち行こうか。うん。なんか気になるし、下の通路。こっから入ったよね。結んで、右行って、右行っ下。て、下下か。上、下、上、下、下、こっちこか。で、こっちだよね。う。これは、あ、一緒だ。なんでも、あ、繋がってんだ。鍵回収要員か。あ、ああ、でもなるこほれ、どね。鬼さんから逃げるとき、いい通路じゃね？確かに。これずっとぐるぐるできんじゃん。で、ここは入れないみたいだ。まだね。で、さっきの木の板使うってことか。だね。で、木の板やっていこうか。セーブはいっかな？まだ。あ、なんか、うー。積んだに。この部屋あかん。なんであれなんだろうね。本当、今の部屋行ったら出てくるんだろうね。この部屋発展場だ、完全に。やべえな。なんかね、今あと気づいたんだけど、出てくるのよりも音楽を、あ、違う、音楽よりも出てくるの早えわ。ね、あの壁なんだ、上の、後こころの。ね、絶対なんか、あ、でも、青鬼だったらさ、ああ。そう、皿の破片だけど、今持ってねえわ、そんなもそうだね、皿ってそもそも、あれは皿の破片なんで破れるんだっていう謎があるけどね。ん。まあね、どんだけパワフルだって思うけど。ああ。ああ、そういう。そういう系だ。そういう系か。まあ、俺こういうの得意だから。フラグ落ち。これが？このままシンプルにスイッチを押しに行っていいもんなのかっていうあれもあるけど。いとりあえずや。それ右にそれさ、上に置くんじゃね？あ、引くがあるって言ってたな、そういえば。あ、スペースじゃね？ちょっと待ってね。
入り口に操作方法が書いてある。パッドだからわかんねえや。ちょっとキーボードにするね。そうだね。シフトっつってたっけ？シフトかスペース。一旦見るわ。そうだね。いきなりこの、ね、実況中に操作方法までか書く、いろいろ変えたりとかいう、もうちょっとぐだりすぎだよ、これ。まあ、いいんじゃねえか。エンエンタータシフト。ー。なるほどね。オッケー、オッケー。あ、引っ張れるのか。だいぶテクニカルな。おお、できた、できた。まあまあ、さすがに一マス置くわ。それなんだろう、それ。で、これこうで、こうじゃない？まあ。で、そこ乗っけると、おああ、お、こう。で、その高いのから、あ、ドアドのア、間の鍵。なんだドアの間ってさっきのやつか。一回、あ、一番奥じゃない？ああ、とまありあえとず、りあえず、これもね。サクよいサしょ。クっと、うん。あ、引っ張れるなら、引っ張れるならもうね。ね。楽だな。そうだね。よいしょ。で、いや、さっきの使い捨てタイプか。ああ、だね。まあ、問題はどこで使うかだよね。そうだね。一回セーブしようぜ。いつ襲われるかわかんないからね。それこそまたここの後ろからポンって出てくる可能性もあるからね。この部屋だから。ね、今の場所、ほんと呪われてるからさ。いや、ほんともう2度あることは3度あるからな、普通に。いやー、もうね、ほとのけの顔も3度までで出てほしくないけど、意味合ってるかわかんないけど。3度目の正直かなってか。ああ、3度目の正直こっもか。ちか。こっちは出ないんこっちか。一回、一番奥じゃね？それとも。だ。うん、こっちだね。ドア、ああ、鍵がかかってくる。え？ちょっとさっきのあれは白い皿の破片的な。ドアのああ、あベッそドこか。でも扉じゃないよな、多分。だけどね。他に、あと他になんか鍵かかってるとこあったっけ？うっそ。今音楽流れてきてたんだけど、なんかどこから出るんだって思ったら向かいだったよ。何？自分から そう、自来分ないからんだっ行って。たって感じ。ああ。おい。ちょっと待って。今回多くね？なんか不意打ち多いよね。そうだ。てか、今んところ全部言うち不意打ちだよ、全部。あの、あれか。最初の暗いところからのが逃げられてるか、今んところ。あれ？あの鍵でも終わってるよね。うん、持っ終わっててる。る。よかったよ。どこだ、一回。エレベーターは動かないんだもんね。一回でしょ？そこだって無理じゃん。そう降りれるよね。これはって、これ開けちゃダメだね。鍵がもったいないから。もったいないもんね。多分積むと思うから。もしかしてだけどさ、いや、そんなことないもんな。なんか思い当たる節が。奥に何かあったっけ、そこ。わ？そこの部屋は？何があったっけ？こっち？ああ、なんだっけ、そこ。それはかん、あ、そこ普通に開くとこか。で、その下が？なんか違う場所出た。ね、なんだこれ。で、こっちどっちつながるの？ああ、なるほど。ああ。ああ、これ覚えてる。あれだ、干支なんだよ、これ。ああ、また俺の苦手。干支地味にちょっとわかんないよね。最初はネズミ？ん？ねえ、ネズウッミ。シ。それネズミか？これネズミだよね。それウサギじゃね？上になんウかサ黒ギ？いのに。上に黒いのあんぞ。これウサギか。こっちか、ネズミ。ねウッシ。え、牛、トラ。ウトラ、サギ？ウサギ、ドラゴン。タツだね。お前、こっから試合、ねえ、試合牛、なトラ、ウ、タツ、ミ、ミーってなんだっけ？の？ヘミビはだっね、け？そうだね。お前ヘビか、ヘシェンロンビ、じゃね。トラはちげトラは違う。馬か猿か。馬じゃねえ。よし、じゃあ、猿やろう。え。馬。ねえ、牛、トラ、ウ、タツ、ミー。まだ入ってない、まだ入ったことないやつ。猿か羊か。羊入ってないよね。羊くせ。羊くせ。羊、あ、猿だわ、じゃあ。猿、鳥。鳥、
え、イノシシじゃない最後。イノシシだな。あれ？戻ってきた。あれ？ねえ、牛。ドドラ、ラ。ウサギ？ウサギ。ドラゴン。ドラゴン。タヒツ。そこヘビでよかったっけなっていうヘのはどう？ビ、馬。羊。猿？猿。鳥？鳥じゃない？鳥。イノシシ？イノシシがねえな。犬？犬か。そうだ、犬だ、犬。犬、イノシシ、オッケー。地下地室。下室。よし、セーブだ。あ、どうした？上の、ね。上か、上からしか出ないか。よし。よし。で、セーブしたら今日じゃねえわ。今回？うん。わ、ちょちょい。じゃあ、じゃあ、待ってよ。おっと。あぶね。もう、出こてれるさ、やべ、やべ、やべ。ああ、よかった。あ、あれか、あのテクニックか。ドあアあ、バね。グみたいなね。ここそういう意味ではやりやすいかもね。いやー、疲れ部た屋な。から上下に出し入れするだけだからさ。なんか出し入れもやめえよ。それもちょっと今アウね、トくせえぞ。今ね、狙った。狙ったのかよ。ダメだよ、もう。ノーカットの編集でピー音入れたら編集だからね、それ。え？自然現象じゃん。自俺然らの現会象。話では。まあ、それは否めない。あ、てかもまあ。結構、今回もなんだかんだで16分ぐらいやってんのか。いや、22分。結構長い。結構長い、これ。あ、あれだ、地下室でグダったから地下室でグダったし、なんだかんだで最後のあれもグダってた。そういえば。だじから、ゃあ、今回は、今回はここまでですよね。ほとんど進んでないと思うんだけど。まあでも、いいんじゃね。仕掛け的には濃かったっすよ、なんか。結構物とかアイテムはね、取ってるから。よさあ、し。この雑な地図が果たして今後どんな風に。ね、役立つかっていう。よし、というわけでじゃあ締めましょう。一です旦ね。ここで。はい。というわけでお送りしてきました。アベオニですが、パート2。パート2だよね、これね。なんでそこ間違えんだよ。パート2パーだよ。2トだよ2、ね。2、セカンド。はい。よし。というわけで、まあ、安定のグダグダですが、ですね。次回もね、よろしくお願いしますというわけで、頑張っていきますよ。頑張っていきましょう。俺たちの戦いはこれからだ。おう、何と戦うんだよ、何。これ以上引っ張ると下ネタが。よし、締めよう、締めよう。締める。はい、というわけで、アウェオニパート2、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。